はい、12月7日木曜日、おこっていいともの時間ですよろしくお願いいたします。えー、おいすはい、本日スタジオに来ていただいての、これスカイプって書いてあるの、最初スカイプの予定だったのこれは？島さんは？いやいや、えー、今日はここ来るやつこれ間違いです。えー、はい、えー、福井県立大学名誉教授の島田洋一さんです。あ、よろしくお願いします。はい、ますそれから久しぶりです、元産経新聞論説副委員長の佐々木ルイさんです。はい、よろしくお願いします。 それからスカイプでタレント千葉レイ子さんです玲ちゃんよろしくお願いいたしますはい、東京は20度とまあ結構に、うん、10月下旬並みの気温と言われてますけど福岡はそうでもない13度とか言ってましたっけはい、ね、最高気温13度です最高で13度だと結構寒いよね、はい、やっぱりねお、今日なんかずいぶん返事がいいねなんかなんではい、うん、いや久しぶりにルイ先生がいるんでバシッと <laughs> いや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 おちょくってないじゃないですか<わ>今喜んでるんじゃないですか悪いやつだよ本当にはいじゃあ早速いきましょうねえー、パーティー券問題今大きくなってるんでまず1番だけを読んでくださいはいえー、安倍派パーティー収入会計担当官流を事務総長に報告東京地検は歴代総長への聴取も視野 自民党ご派閥による政治資金パーティー収入の過少記載問題で、最大派閥の政治団体、政和政策研究会安倍派の会計担当職員が東京地検特捜部の事情聴取に対し、収入の一部を議員側に還流させていたことを事務総長に報告したと説明していることが分かった。 官流させた分は政治資金収支報告書に記載されず裏金化されていた疑いがあり特捜部は関与の有無などを確認するため安倍派の歴代事務総長らへの聴取を視野に捜査しているこれはねさっきもお二人いなかったけど万宣でも私申し上げてたんですけどこれはひょっとしたら岸田さん岸田総理の。 命取りになるかもしれませんよっていうことをね申し上げた。これには書いてないけど、岸田さんがようやく高知会の会長を辞めるっていうこと、うん、だけど遅すぎますよね。うん、それはね、うん、おそらく岸田さんがま会長をなさってたわけだから、そうすると会長なのにその金の出し入れのことについて、金に事情聴取を受けて知りませんが通らないですから。 それはだ,だから本当は総理になった途端に派閥の会長なんて普通は辞めるもんなのにまあね彼はやっぱりえ総理辞めた後に戻るところがなくなるのを多分嫌がったということなんじゃないかと思いますけどかなり私はね局面は煮詰まってきたんじゃないかなというふうに思いますよ。 事務総長の事情聴取を東京地検でもやるとなるともしかしたら事務総長はどこ,あのどこかの時点の事務総長か分かりませんけれどもこれは逮捕の可能性が出てきますよ裏金作りに関与しているという話がね出てくればこれは結構大変だと思いますけど佐々木さん、どうですかこのパーティー権問題というのはどんどん出かけていきますね 表面化するべくしてしたのかなという気はするんですけど、うん、あの私ねこの問題最初聞いた時ポイントはそこじゃないだろうと思ったんですよあど,こどこだったの,、うん、いやあのパーティー券の,あの外国人がパーンを買ってそれがもうん、誰にも知られないで済んでるってことであって、うん、岸田さんね逆にちょっとねこの裏金問題で派閥の会長を辞めたんじゃなくて自分自身のね政治資金金集めの政治資金パーティーの件を追及されるのをか、うん、わす狙いがあったんじゃないのかなっていうのは。うん 今年の5月の18日に、はい、あの、高知会のパーティー、ありましたありましたね。ありましたね。うん、あの時の中国人の数ってのないらしいですよね。で、あの、寄付だったらね、まあ寄付だって、あの、 パーケンだってね、結局金集めには変わりないのにもかかわらず、あの、寄付の場合は、あの、ほら、年間5万円以上の場合は、あの、名前を記載するなんて、個人名と、まあ、法人名を記載するとなってますよね。でパーケンの場合はですね、あの、20万円、1回20万円未満であればね、報告義務ないんですよ。だからね、みんな20万以下で抑えて、その分、数が増えるわけですよね。そうですよね。 金出した外国人に言っても中国人ですよ。はいはい、恐ろしいと来てるんですよ。そう,う動画ありますから、ご、はい、関心のある方はですね、うん、YouTube であの検索すればです、ね、見れます。これねあの、うん、そもそも橋本派とかね、ちょっと長くなってすみませんけどあのモテキ、うん、モテキ今はモテキ派ですけれども、うんうん、あの身長だの身中派だのつっ,ってるけども、うんうん、これ高地階ね。 微中とか深中のレベルを超えてね、これ中国そのまんま別動体じゃねえかっていうぐらいですね、びっくりしますよね。そ,それそのまね。今佐々木さんおっしゃる通り、うん、僕ももう,もう時間がないからその詳しく言ってないけど、ね、いや違う違うほ。本当にそこそれそれで記者さんも恐れたのよやっぱり。ういう分間違いない。いね、だから私は冒頭申し上げたでしょ。<laughs> 総理として。 致命傷なる恐れありというのはだからもうい今逃げを打とうとしてるけどこれもお多分間に合わないかもしれないですけ今回政治資金規正法あの自分ばかりすいません液災漏れでどうのとかね、うん、あの在宅ですとかねそんなんでシャンシャンにするんではなくてもうもっとあのこの今言った外国人の,あのパーキン購入の問題ですね、はい、外国人ってまあ資金力あの中国人ですからね、はい、中国。 これはあのどうするのかという政治資金規正法かねてざる法と言われてますけれどもそこにね切り込まないとですね全部事情作用ないからでも切り込むっつっても立法する連中がこれですからねまあ全然期待はできないんですけども少なくともパーティー権を売って収入をっていうのだったらじゃあじゃあ政党助成金やめるとかどっちかにしないとどっちもというのはそら通らないんですよねここはね。 外国人の寄付はダメでございますって言ってて、あのパークンはいいのかっていう話でねいいそ。そこでもありますよね。ですよね。こそこなんですよそです、ねで。そういうところに入っていかない、切り込んでいかないと、うんうん、これあの本本当に大事なことからあの逸れてしまうと私は思う。はい。いきなりの本論に入ったよておりますけど、島さんいかがでしょうか。 これはあの、まあ、どこまで広がるかわ、ね、からないんですが特捜部が乗り出しているということで各派閥の長クラス事務総長クラスが、はい、まあ軒並みこう連座して倒れるということになった場合、ね、財務省が最も望む鈴木俊一首相になるんじゃないかというそういう恐れすら頭に浮かぶぐらいでだから本当にこれ、えーまあ、なんでね ここまでまあ原始的なことをやったのかなっていうね、えー、感想もあるんですが、まあ実はあ今あの旧安倍派の事務総長高木つよでしたっけあれ,、えー、あれ彼福井に行くなんでね、えー、福井でもちょっとね大変なことになるぞっていう感じですよねだから事務総長及び事務総長経験者はみんなビビってると思いますよ、うん、で特に知見に必ず呼ばれているはずですからその中で逮捕者が出るっていう話になると。 これ一気にになってきますからね、うん、それをどうするのかっていうのは,、ね、僕,は僕は岸田さんはかなり煮詰まってきてるんじゃないのかというね気しますよね。すすすすれればばどどううるるんです、ね、す東京地検も本気になってるのは全国の検察庁から応援部隊を全部呼び集めてるってことは本気になって上昇よをや,、うん、や,やり始めてるわけですから、うんうん、それは東京地検もそうだてやすはじゃ引っ込まないですよ、うん、こうなったら。 必ず逮捕者を出そうという政治家の、ね、逮捕者を出そうというそういうところに来、ね、るとすればですね政権そのものもがこれちょっっとも怪しくなってきますよねこれはの、はい、例えば財務省あたりが、ねはい、何らかの意図を持って仕掛けたというねそういう面はあるんですかね。いやどうなんですかねこれそもそも告発下に人物、うん、は別に当然いるわけですから、うん、告発を受けて受理して捜査に入ってきてるんで。うんもで この件に関して財務省は絡むとこそんなはないですよね。パーケンの問題はあくまでも議員の話だからね。パーティケンのあ、ああだこうだとか。まあでもね、情報は持ってますよね。まあ、まあ、もちろん、もち、ねうん、それはもう財務省は何でも知ってるっちゃ知ってるんだけど、ただ税金が絡むっはなんだじゃないので。直接的に全部その財務省が関係してて、情報を漏らしてきてっていうのは。 今回の場合はちょっと考えに行くいと思うんですけどね。うん、その裏金、ね、このまあ申告しなかった脱税という可能性というのは。あ、そっちは、そっちありますよね。その脱税、えー、脱税。省っていうんでありま、ねはい、脱税で引っ掛けてくるということは当然あるんでしょうけどね。うん、はい、次です。次は。え二、ー、番をじゃ、ね、じゃ、読んでください。<laughs> はい。自民党派閥の政治資金疑惑。岸田首相が党幹部に対応要請へ。へ パーティーの当面自粛も。岸田首相は自民党派閥による政治資金パーティー収入の過少記載疑惑をめぐり、自民党幹部に対し国民の疑念を払拭する対応策を打ち出すための協力を要請する方針を固めた。派閥の主な収入源となっている政治資金パーティーの当面の自粛を含めた見直し策を提案する方向だ。 何、ね、て言うんですか北さんにやることいつも後手後手でもあるけど今パーティーの自粛をするとか忘年会も新年会もやるならそういう話じゃないですよね。やるなら抜本的に何をどう改革するかというのを打ち出すのはともかくとりあえずパーティーを自粛しましょうってそんなガキのやってることじゃないんだからさ何かや何を考えてるのかなってちょっと笑ってしまうぐらいちょっともうおさますですよねこの対応が。 私はいやど、どうですか、あの佐々木さんこの、この。でもね、本当学校、小学校みたいなんですけど、何言 <laughs>、ね、ったってやる人はやるんでね。うん、ついこの間も、あれ、いつかですか、あの参院議員の松下新平さんがね。これまたも、う中国の人が来て、わっしょいわっしょい。もうどこ吹く風ですよ、今のこの、キックバックの問題は。治らないと思いますよ、ごめん。ここはい、だから、俗に選挙が近いとか、どうと言われてきたから。うん かあの稼ぐというか、うん、あの収入があるんだったらもう今お金欲しい時だからね,、うん、ねこれはねいつ解散になるか分からないという状況であればね,ね,ねはいい島さんかかがでしょうか、うん、これまあ結局あの検察がどう動くかを見てからねばたばたまあなんかするっていう感じで、えー、とりあえず小手先のことで、まあ、様子見よっていうことなんでしょうけれども。ど だか検察次第ですよねこれね,うねどう動くのか。はいレイちゃん三番を読んでください。<laughs> あれレイちゃんどうしました？え、三番三番読んでくれる？はい三番はい。ええー、森喜朗元首相安倍派幹部と会食。パーケン問題めぐり協議か。森喜朗元首相は五日夜自民党安倍派政和政策研究会の西村経済産業省。 世耕参院幹事長と東京都内のホテルで会食した森氏は清和政策研究会の会長経験者で強い影響力を持つパーティー券の販売利益をキックバックしていたとされる問題を協議した可能性がある西村世耕両氏は安倍派常任幹事会メンバーの有力者うんまあこれもまあ2人だけだけどだい大体い5人組といわれてる 彼,彼らはみんなももちろん知らないわけではないし知る立場にあるわけでね100人近い派閥ですからそれで森さん森さが何を言お,言おうとしたかうはもうちょっと秘密だからおそらく表には出てこないでしょうけど、まあ、森さんとしてもちょっと気,気になるから事情聞いたという程度だと思うので、まあ、今更ね「あああこうしろってそんなことはないとは思いますけどもまあ安倍派にしてみればちょっと。 かなり検察を見えつけられてるから何とかしたいとはみんな思ってるでしょうけどねこれはねなかなか厳しいと思いますよ本当佐々木さん何かありますかこれそうですねその検察がどこにだいたいあのまあ仮説じゃないけどここをまああの目標にしてじゃあ下からやっていこうって言ってはい、はい、どこまでじゃあ広上まで行けるのかはい、はい、広げられるのかって、うん、まあそんなような捜査をしているんだろうとは思うんですけれどもはい、はい、その 最終目標、あのー、ターゲットがどこなのか誰なのか、うんうん、でこれはの派閥いっぱいありますしね、はい、これあのじゃあ一つだけやって他はじゃあ無罪方面かっていうの、うん、それはあのー、不公平公正を隠しどういう判断をするのかなっていうのは興味はありますよあでも、うん、岸田さんはまあ総理だから総裁派閥っていうのもいいんだろうけれどもまあ効果としてはですよ、うん、事件として挙げる効果まあ安倍,安倍派今なんか。 集中的にやる。安倍派と二階派と一応言われきてるけど、感じはしじゃあ他はいいのかという話当然出てきますよね。そう,そうなんです。そ当然ね。まあ想像しても始まらないんですね。はいはい。これそ、ね、注目点だと思います。はい。はい島さんいかがでしょうか。これはあのまあ森喜朗氏の場合ね。ええ、あの政策形成に関して積極的役割果たす仕事はもうないですが。はい。 だかねあの破壊力がありますよね例の下村博文氏とかねあれ森さんに叩き潰されますよねあまあそうですねそういう意味でだからあの森氏あたりがねまあこ,こいつあたりを瞳ごくにしもう収めようとかねそういう動きすることもあるのかなってねうまあわ、まあまあ、かりませんけどねはい次レデちゃん四番を読んで四番五番とじゃあ続けてくださいはい報道各社松野官房長官に説明要請 派閥資金問題ゼロ回答連発で内閣記者会に所属する報道各社は自民党安倍派の政治資金パーティー兼収入をめぐる問題について松野官房長官に対し記者会見で説明するよう書面で申し入れた政府の立場として難しい場合は定例会見とは別に会見を開いて対応するよう要請した。 日本維新の会の藤田幹事長は会見で松野氏の対応について政治全体の信頼を一視することにもつながりかねない公の場で何らかの説明をするのが当然だと指摘した野田元首相松野長官の辞任要求説明拒否任にあらず立憲民主党の野田元首相は TBS のインターネット番組で 松野官房長官が自民党安倍派の政治資金パーティー収入裏金か疑惑を巡って定例記者会見で説明を拒んでいることに関し同氏の辞任を要求した国家予算という兆円単位の金を動かす人が足元の金の説明もできないなら任にあらずだと述べた。 まあここのところは非常に難しいのは一応建前で言えば官房長官は政府のスポークスマンだからあの派閥のことは私はあの回答というか答弁できませんというのは一応理屈は理屈なんだけどしかしここまで来てしかもあの安倍派の事務総長経験者である松野官房長官知りませんは通らないですよね <laughs> どう考えてもね。でそれれで逃げ切れると思って ってるっていうのが、まあ、松野さんらしいっちゃらしいんだけど私はもうかなり安倍派かなり煮詰まってきてるからこれはね、まあ、辞任要求が即これで辞任するなんとかにはならないにしてもかなりでもボディーブロールにはなってますよね明らかにね。うん、その辺佐々木さんどうです過去どうですかねあの官房長官の更迭なんていうのはありましたっけ 皇鉄はいくらでも加工あ,あ,ありましたけど、ただ<近>こういうもこういうあ、ここのところないです。ここのところないですよね。以前は,、ねうん、はもうカモ長官ってしょっちゅう首飛んでましたけどね。今回これ益野さん辞めさせるにしても笑い事じゃないけど、これ自分も倒れちゃいますからね。これ。えーね、だからカモ長官を仮に皇太させるとなると、総理も自分に類が及ぶということをもう覚悟するって話。そこまで来る話だから、それはそう簡単に。 岸田さんも首を切るぞというわけにはい,いかないんですけど大体自分に来ますよ、ねうん、自分に来るし宏池会だってそこはねい、島さんいかがでしょうこれはの私はねあの棒読みの松野っていう愛称で呼んできたんですが彼ね棒読みしかできないんですが、はい、普段のの、ね、会見はねあれ官僚がペーパー作りますよねはい、はい、これ派閥の話だから、うん、官僚ペーパー作れないわけですよ。はい だから彼ね何も言えないということだと思うんですけれどもはい、はい、だけどまあ,あの単に棒読みするだけっていうねもう明らかになってんだからそういう能力の点でねそういう意見がどんどん出てくると確かにかなり厳しくなってきますよね。はい、じゃあ違う話したいと思います。 えー、れいちゃん6番長いけど6番あと玉木さんとし、はい、島田さんの分まで全部読んでくださいはいはい島田先生注目転落防止や対面キッチン子育てリフォーム減税検討政府与党住宅リフォームに関してはすでに耐震やバリアフリー三世代同居などに関する減税策があるこれに加えて国土交通省と子ども家庭庁は 子育て対策も追加し標準的なリフォーム費用の10%最大25万円を所得税から差し引く仕組みの創設を求めている念頭にあるリフォームは子どもの転落防止用の手すりの設置や防音性の高い床への交換子どもを見守りながら家事ができる対面キッチンへの交換子どもの成長に合わせて間取りを変更できる可動式の 間仕切り壁の設置などだ国民民主玉木代表対面キッチン設置のためのリフォーム減税って子育て支援になるのそんな効果のよく分からん支援より燃焼不要控除復活してトリガー発動して島田先生です面倒な事務コストがかかる姑息な案しか出さない宮沢陽一自民増税会長と同部会玉木氏には腹をくくって勝負してもらいたい。 うん、これはその玉木さんが言ってるのが正論でね、ええ、なんで対面キッチンで子育てうんぬんって本当、まあ、財務省が知恵をつけたっていうだけなのにしてもですね、うん、もうみっともないですよね本当、うん、それは玉木さんが言うように燃焼扶養工場をもう一回復活しろと言った方がストレートで非常に分かりやすいじゃないですかねこれは。うん これはまさにあの古速なね案のオンパレードでねこういうことをもしやるとなったらこれまた各自治体がね案内のための場合によってはパンを作ったりとかねしないといけないわけですよね。そういう事務費用もかかってくるしかつ受けようと思う方もね手続きにまたいろんなペーパー書いたりとかね時間取れて大変なわけですよ。だから 鎌いわゆるまさにね減税で対応するのが一番ストレートだしね黙ってても恩恵が及ぶわけだからところがまあ、うん、減税だけはとにかくしたくないっちゅ、ね、うね、ん、財務省の手のひらで踊っとるからこういうことになるわけです、ね、まあまあそういうことですよねここはね、うん、まあそれに関連して礼ちゃん7番を呼んでくれますよこれははい、えー、生命保険料控除子育て世帯に手厚く控除額の上限引き上げ検討 政府与党は生命保険に加入していれば所得税などを一定額減税できる制度について拡大する方向で検討に入った。扶養する子供がいる場合に控除額を広げることで子育て世帯の生活を支援する狙いだ。与党の税制調査会で結論を出す。<coughs> 国民民主玉木代表。なんでこうなるの子育てにま、子育てにまつわるコストを控除によって軽くするなら 燃焼不要控除を復活すればいいだけ生命保険料という特定のコストだけ軽減させるのは握手そもそもこんな案が突然出てくるのはなぜ業界ごと役所ごとにしかものを考えられない自民党政治の限界ではじゃあもう一個次のあいやいやここだけでありましょう生命保険料の控除というのもこれもちょっとよくわかりませんよね。 でまあ、僕らみたいに年取ってくると今更も生命保険になんても,もう逆に解除したりしてるから別にそんな関係ないんだけど、うんうん、子育て世代で生命保険料だからこんなものをいちいち国が口を出してこれを向上しますから何とかってちょっとへりくつのような気しますよねもっとストレートにね。 子育てを支援しますっていうものでやった方がいいように気,気するけどね。これ、ね、やっぱ対面キッチンの話とも全く同じで先ほどあの島田先生も「こそくな」という話がありましたけどまさにねこれ子役人の発想で、ね、小手先で、はい、あの要は。 橋の上げ下げ下、ねうん、の口出すのがね彼らの,あの持ち味というかです、ね、あの本能的なところがありましてそれで虚偽、まあ、化をあのす,、ね、するわけですけどね、うん、これ例えばあの地方の幼稚園の階段。 一つの階段の高さとかね。これ文科省が決めてんですよ。うん、青じゃないかって感じですね。うん、もうとにかく細かいところまで口を出す。だから、あの岸田さんが何とかせえって指示を出したんでしょうけれども、まあ、じゃあこんなことができます。ってね。細かい話を持ってきたって言うんでね。うん、こんなのこんなことやってんの日本だけなんじゃないですか。わ、ね、かりませんが。 はい、こういう姑息な案を次から次に並べるたびにね、はい、そのたびに事務コストっていうのがかかってくるわけですよねだからもうストレートに減税しろよと玉城氏、まあ、彼財務省にいたからね、うん、まあこういう税の問題もある程度詳しいから言ってますけれども、はいはい、これ玉城氏どんどんやっぱり勝負してほしいしね彼ちょっとね言いっぱなしで最後妥協しちゃってふにゃっとなる場合多いでしょう、うん。うん 今はは勝負すすべきですねいちゃん次に、ね、8と9を続けて読んでください。はい、国民民主玉木代表トリガー発動による補助金から減税への転換は自民党派閥の裏金作りへの対応策にもなる税を取って配るから途中でお金が業界団体に漏れその一部がパーティー券購入に充てられる最初から取るのをやめれば。 減税すれば途中でお金が漏れることはない納税者本位の改革になる総理は決断を島田先生です支持率低下に焦った岸田首相が極小規模とはいえ減税を口にしだしたため岸田氏を下ろして1000%言いなりになる鈴木春一増税省に告げ替えようという動きが財務省中心に出てきたという論外 はい <laughs> 島さんはどうです玉木氏についてはさっき言ったようにね彼も減税旗頭にね、えー、ガンガン勝負してほしいですねそれで特徴を出してほしいんですが、うん、それからあの鈴木俊一首相なんていうの常識的にはありえない話なんですが、うん、ただねあのこ,うこのパーティー券の問題等々でばたばたねあの、まあ、それなり地位にあるやつが倒れた場合にちょうどあの彼の親父の鈴木善光 あれひょうたんからこまれてね、はい、あのもうノーマークだったのに首相になりましたよね、うん。うん、とう結局あれ2年4か月続けたわけですかだからそういうこともあるんでねで LGBT 利権法を通したりね私自民党に対する信頼感完全になくしてますから、うん、これはもう財務省の言いなりにね鈴木俊一首相すらね、うん、まあ,あり得るんじゃないかっていうまあ悪魔みたいな話ですけどね、うん。えー かつてはだって自社差でね村山さんがなったぐらいですからね<ー>何でもまありま鈴木俊一さん、まあ、まあ、顔,だ顔もお父そっくりですけど、うん、頭もあんまりよくないのもお親子そっくりですよね。うん、でこ,これすみませんちょっとハードレ恐縮ですけど僕は。 宏池、あのー、会をその、あのー、本格的に担当したことないんで誰か先輩の代わりに一度だけ鈴木善光さんと夜回りしに行ったことあるんですよおうおうご自宅に1回だけ。おうおうそれでね噂のよう聞いてたけどおうおう本棚にね本当に本が一冊しかないんですよ。おうおう <laughs> その本がねこれまた噂通り「大日本水産誌というつまりね業界にいたんですよ議員になる前大日本水産誌がねあうあ噂は本当だったんだって僕はねものすごく妙に監視したことありましたけどねまあ俊一さんは一応これでも早稲田を出てもうちょっと。 おいろんなことをお考えかもしれないけど、うん、まあ財務省からすれば、うん、手のひらに乗ったらもう困困ですよね。いいように。鈴木善幸氏と確かアングの最初とか言われてました、ね。有名なだ。だからそんな人でもね、だか彼は日米同盟むちゃくちゃにしたわけですけども、はいそねあ、そんな人でも首相になるんだから、もうどうなるかわかんないですねこれね。 アメリカ行ってあの日米同盟なんて言って,、ね、言って帰ってきたらあのないって言って、ね、アメリカみんなひっくり返っちゃったから<ー>。<laughs> いや不思議だけどだから,まあだからその鈴木俊一さんのことにこだわるとすれば財務省が全面バックアップというのはやっぱそういう意味では大きいっちゃ大きいんだけどただた、だですよこういう形で仮に岸田政権が潰れたとしたら選挙の顔をだれにするかということは非常に重要になってくるんだけど鈴木俊一で選挙を勝てるわけはないですよねそんなことはありえないですよ。ここれはだそこはそまあ あくまでも財務省の願望でしかないといと、うん、思いますけどねただ財務省は、うん、や,やること汚いから <laughs> 自分たちに、ね、役に立つやつだったらどんなやつでもというなところは割と露骨だからね、うん、ただちょっと用心しておかなきゃいけないというのはありますよ、ね、この鈴木俊一河野派でしょう。で河野派っていうともちろん河野派じゃなくてあの麻生派ですよね麻生派。 そういううと河野太郎がね常に伺っとるわけですけれどもまあこれもただの想像ですけどね河野太郎をもう出させないために同じ派閥の鈴木さんで行こうじゃないかとかね、まあ、そういう悪夢は、ね、いろいろ浮かんでいくるんですけどね。